はい、じゃあ桜井マハヤトのダイエット講座始めます。マハさん、コメントに、はい、YouTube のコメントだとか、あと青木真也から、太りすぎだと言われてるじゃないですか。ダイエット、ダイエットするぞ。こっから、今回はね、112キロまでね、増えちゃったんで、今もう6キロ減量して今106キロぐらいしかないんですけど、こっからどん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 体重落ちてくるんで、体重ダイエットの仕方とかね、ダイエットしてるのにどん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 体重増えてるあなたね、僕を見習って本気でダイエット、今年こそ本当に夏青春を迎えましょう。夏を楽しもうぜ。今回はね、とりあえず、いつもね、プライドに出てる頃ね、普段が90だったんで、とりあえず第一弾として90キロにしようかなと、普段のアベレージとして、ね、結構90キロになってくると結構ね、だんだんもう本当にもうパキパキになってくるんで、85だともう線が見えてきたりとかしましたからね、90ぐらいにとりあえずしようかなって思ってます。じゃあ今回は20キロダイエット。いや20キロじゃないですよ、26キロ。26キロダイエット、はい。期間は大体どれぐらいで。あれ26だよね、計算。そうですね、112。112。あれ90キロ。22キロ。22キロです。すみませんでした。で、期間は、そうですね、22キロだから、そうですね、2ヶ月ぐらいかな。2ヶ月、3ヶ月。あんまり筋肉落としたくないんですよ。ね、せっかく筋肉つけるためにね、太らしてるっていうのがあったんで。あれですね、3ヶ月以内に、無理しない感じでやっていこうかなと思ってます。じゃあ定期的にダイエット動画上げるから、これからもよろしくお願いします。ただね、パソコン使い方わかんないんですよ。それがちょっとね、これが